どうもー、藤田です。はい、ということでね、今回おすすめするナンバーはこちら、ドスンと、はい、決戦ドカポンランド4ですね。まあ僕このドカポン王国って読みたいですけど、ランドってルビーが降ってるんでね、一応そう読まさせていただいてますけどもね。こちらのゲーム、1993年12月10日、アスミックさんより発売されたロールプレイング風ボードゲームということになってますね。当時僕16歳ぐらいですか。1作目なのに4なんですよ。まあこれ4人用ができるからっていうらしいんですけどもね。僕ね、スーファミでだけで言うなら、桃鉄よりもこれの方がやってますね。で、さらに、その後の321っていうやつの方が世間的には人気なんですけども、これの方が僕やってますね。まあお金が第一っていうのがテーマにあって、最終的に資産を一番持ってる人が勝ちという、というね、単純なルールでなってますね。これね、まあボスを倒していくと、王様からお金をもらえるんですけども、その成功法じゃないルートとかもあるんですよね。それが楽しみの一つだったかな、なんてね、言っておりますけどもね。はい、それでは、ドカポンランド4、見てみたいと思います。オープニングですね。一応 3P でいっちゃいますか。王様の話がありますね。これも僕が10代の頃やっぱすごいやってましたね。徹夜ゲーム。こんな感じでいいのかな？ちょっとわかんないですかね。ちょっと記憶が定かでない。これ何がいいんだっけな、まあ、とりあえず。王様が、まあ王様っていうか、魔物が、まあ、桃鉄っていう目的地みたいなとこが出るわけですよ。魔物が出る。それを先に倒した人に賞金がもらえると。でも、言いましたように、他のルートもあるんですよ。資産価値の高い街を狙うみたいな。ここですね。まあこれ近いんですけど、このボスを倒した人がお金をもらえ、賞金がもらえると。それでは移動。これまずどこに行くんだっけな、足とかでちょっと。これなんか、ストップでもらえるんですね、止まったやつが。魔法っす、これ。何もないところは敵が出てきます。先行ここを選び。魔法防御っていうのがない。と、例えば Go to Hell っていう絶対に倒せるやつで奥に行くみたいな手法ができるわけですね。あ、仲間同士で戦いにもなります、これ。あ、戦うのを選べるんですね。戦い道中でも勝ちだけでお金とかもらう手もあるわけですね。この町とかに泊まって倒すと、その町はもらえて、その資産価値も資産のうちに入ります。とりあえずこっちの方から行きますか。寝ないぞ。なんか眠らされないやつですね、多分。ここに、ドクロの宝箱があるじゃないですか。これね。一発逆転か、奈落の底か、運命をかける、運命を分けるマスですと。いいやつが出るか、まあ、ハイリスク、ハイリターンなんですよ。そこ行きます。言ったか？言いましたね。だってマイナス100ポイントとか死ぬやつもあるってことですよ、これ場合によっては。こっちか、これいいんですよ、確か高いやつですよね。こっちこっちね、人を固まらせるやつでしょ、確か。ここか。おお、いいじゃないですか。こっちこっちに確か高いですよ。ほら、大当たりじゃないですか。ということで、やりました！プロの引き出ました！これでゴートヘルを買って奥に行くっていう手法ですね。はい、こちらのドカポン4なんですけども、僕ね、ひねくれてるからね、桃鉄でも、目的地を目指さず、千葉の黄色いカードのマスだけで回って、借金をどんどん増やし、なすりつけて逆転するっていうのを狙うタイプだったんで、これもね、王様の指定したボスを倒さず、Go to Hell というね、魔法があるんですけども、どんな強い敵でも入れば一発で殺すことができるという魔法なんですけども、
それを、まあ、ギャンブルのあるドクロ箱っていうのを取って、そして奥に進んでいって、資産価値の高い町を取っていく。王様を倒してくれっていうボスを無視するっていうね、戦法があったんでね、その二択になっていくんですよね。それもまたね、戦略があって面白いと思うわけなんですけどもね。まあ、当時、10代の頃、まあ、夜な夜なね、朝までやった3トップ、ドカポン、イタスとモノポリー。というね、中のドカポン、ほう。富士。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士。